土屋太鳳ミニマラソンで力走。立ち上がれないほどの頑張りに、女優陣、号泣。女優の土屋太鳳、21、が、8日、生放送された TBS 系オールスター感謝祭で、人気企画、赤坂、5丁目ミニマラソンに出場。リオ五輪、陸上男子5000メートルと、1万メートルの長距離2種目で、五輪連覇を果たしたモハメド・ファラー、英国、カンボジア代表のネコ・ヒロシらと対戦し、8位と大健闘。女子では、1位でゴールした。史上最長の、5分、55秒差のハンデでスタートしたファラーは、名物、心臓破りの坂でトップを走っていたタレントの森脇健児を抜き去り1位でゴール。ファラーに続く、4分、40秒差でスタートしたネコ・ヒロシが、3位、紛れもなく史上最速だと思います、と、勝者を称えた。土屋は3周目までトップを走るも、力及ばず。ゴール後は倒れ込むほどの力走を見せ、両脇を支えられながら退場。その後も自力で立っていられず、椅子に座りながらインタビューに答え、息を切らしながら必死に主演ドラマ、IQ246。華麗なる事件簿を宣伝。死ぬかと思ったけど、よかった、とけなげに話した。この姿に MC の今田耕司、同ドラマで共演する女優の中谷美紀大和武星、モデルで女優の新川優愛らは、涙を抑えきれず号泣。中谷は、プレッシャーかけすぎちゃいました。ごめんね、と、涙を流しながらコメントした。最後はこの光景に興奮した森脇が、これが、赤坂ドリーム、や、と叫び、森脇節で締めた。